はい、どうもデルです。さて今回はですね、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズの YouTube チャンネル解説やったーということで、いやもう本当に待ってたよね。これでね、キッド・フェノメロン、ウルハウル・ハーモニー、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズ、アイコン Z 第2章組のね、3グループのYouTube チャンネルが見事解説されましてね、まあ、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズの YouTube チャンネルの一発目のね、まあ、動画は予告ということでね、まあね、今ね、見たと思いますけれども、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズのね、あの、ソニーミュージックからのね、出てる、まあ、テレビとかでも流れるであろう CM が YouTube チャンネルにもね、投下されたんで、まあね、きっとね、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズのチャンネルは何かこう、なんて言うんでしょう、バラエティ企画っぽいことをやるとか、YouTuber っぽいことをやるというわけではなくて、多分ね、アーティストって、っていういわゆるあのアーティストの感じ、 MV が出されたりとかティーザーが出たりとか、そういう感じのチャンネルになるんじゃないかななんていうふうには思うんですけれども、この度ね解説されたということで、いやー嬉しいですね。待ってましたね。というわけでね、まあいろいろ喋っていきましょうか。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。で本編へゴー。はい、ということでですね、まあね、あの今ねジェッティンね、確かラブミュージックのねエンディングテーマとしてもね、あの起用されてて、確か昨日かな、確か流れたんだよね。MV もチラッと流れたらしくって。まあね、僕ね、なんかこう映像がね、TikTok だったりとか、Twitter じゃねえ、10か。今10だよね。クロス?わかんないけど、そっちの方でもね、流れてたんで、まあいろいろね、見たんですけれども、ねえ、だからこのね、テレビスポットっていうのから予告編でも、MV がチラッと解禁されてますよね。一回もう一回流しましょうか。こちらです。するこの体が感情をメイキッチ表現するで世界切り切れ。はい、というところでね、まあこれなんですよね。めっちゃかっこよくない？かなりね、疾走感のあふれる感じでもあるし、かなり上品な感じでもあるし、すごいね、やっぱこういいね、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズのいよいよ MV ですよね、ジェッティンですけれども、いやいいね。そして最初ソニーミュージックのあるシュルルルみたいなのがついてるのもね、すごいね。今まで見てたじゃん。で、あれがね TJBB にもついてるっていうのがね、なんか嬉しいよね。うわー、いよいよもうねデビューするんだっていうところがね、ひしひしと伝わってきますけれども、まあこういうのがね、多分ね、リルリーグじゃねえや、キッドフェノメロンとかもねあると思いますし、テレビスポットあると思いますしねえ、てか今時こうやってテレビスポット作られるのもね、すごいよね。すごい注目されてる、売り出していきたいっていうところだと思いますよね。ねえ、あとウルハルハーモニーもね、エフェクスみたいなのもつくんでしょうかね。いやー、ちょっと楽しみだね。こういう予告、ね、テレビスポットっていうのも、すごいね、楽しみなものにはなりますよね。僕らからするとね。いやー、いいね。そして MV よ。MV よ。もうね、多分ね、こういうかな、いよいよって感じよね。本当に MV が早く見れるといいね。本当に。いやー、ちょっとね、もうなんかこう、小出しにされるとちょっとね、じらされてるなー感はあるんで、いや、早くしてください感はありますけれども、ね、こうやってね、ちょろっと見れるっていうのもね、いいよね。ね、こんな感じの世界観ですよ。なんかね、こう、ダンスシーンもありながら、あとはちょっとなんだろうな、作業着っぽいのもあったよね。なんか作業着っぽいもの着てたりとか、いや本当になんかね、いろんな TJBB の姿が見れるんじゃないかなと思って、ちょっとね現時点でワクワクしておりますけれども、先ほども言った通り、今回ね、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズの YouTube チャンネル開設されたことによって3グループ揃うんですけれども、まあウルハルハーモニーはね、もうガンガン活動してますよ。で、きっとフェノメロンもね、まあなんか生配信だったりとか、あとなんかいろいろやっていきたいよね、みたいな話もありますけれども、ね、TJBB 本当に何やっていくんでしょうね。まあ多分ね、先ほど言った通り、この感じの雰囲気見ると、多分、もう本当に単なるアーティストの YouTube チャンネル、みたいな感じになるのかな、なんていうふうにはね、今のところ僕のね、推測ではありますけれども、まあ全然ね、バラエティ企画だったりとか、いろいろ YouTube での活動をやっていく可能性も全然あるので、まあ、全然ね、あるのはあるかなと思いますけれども、いやもう本当にね、うん、TJBB かっこいいね、本当に。なんかこう、それぞれさ、3グループ全然違うね、売り方というか、プロデュース、プロモーションの仕方をしているので、本当にまあ3グループ追っていって楽しいんですけれども、ね、全然3グループ違うじゃん、売り出し方がね。うん、面白いところでありますけれども、本当に、ザ・ジェットボーイ・ワンガーズ、ね、もうラブミュージックってね、番組のエンディングテーマにも決まってるっていうのもね、もう早速流れたっていうのもね、なんかすごいよね。まだデビューしてねえんだぜ。まじデビュー決まってるけどしてねえんだぜっていうところもあるから、ね、8月デビューするといえどもうね、
エンディングテーマに起用されていたりとかね、キッドフェノメロンに関してはね、この間 TGCT でね、ウィリーパフォーマンスしてましたけれども、いや本当にね、いやそれぞれ3グループがね、いろんなところで活躍してるのは嬉しい限りですよね。いやこれからのね TJBB の活躍もね見ものですよ。そして早くね MV 見たいね。こんだけねちょろ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 見せられていくと本当に早く早く出してくれよって思いますよね。はい、というわけで今回は以上になります。じゃあちょっと最後に噛むかよ。ザ・ジェットボーイバンガーズの YouTube チャンネル、皆さんぜひとも登録お願いします。そしてこのドヤールチャンネルもね登録お願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。コメント高評価もお願いいたします。以上、ドヤールジャパンでバイバイ。